はい、3月3日ひな祭り、皆さん毎度毎度。嫁はんがお店開いたので手伝ってます。3ヶ月で14キロ痩せました。はい、こたつみかん先生、毎度毎度ね。ちょっと全体像がわからないんで何とも言えないけどね、とにかくお店を開いたと。お店ね、オープンしてすぐってね、わがままなお客さんが意外と来たりするからね。行くお客様もね、分かってんだよね。オープンしてばっかりのお店ってのは意外と弱気で一生懸命やってっから、何でもかんでもわがまま聞いてくれるってね、お客さんもそういう風に読んでくるからね。ちょっとタチが悪い人もいるよね。まあ、どういう風に営業していくか分かんないけどね、先生にね、お任せしますとか、いいようにカットしてくださいなんていうのはね、もう絶対切り直しだからね。美容師に任されたら切って、好きに切っていいよなんて言われたら、絶対安全策取って長めに切るからね。わずか5ミリでも長めに切るからね。そうするとお客様そこ見逃さないでね、必ず5ミリ、7ミリ、もう少し切ってくれって、全部切り直し食らうからね。まあこれはうちの方でもね、最近散々言ってるからね。あと動画で映ってるようなロングのお姉さんね、これ毛先揃えてくださいっつってね、シャンプーして毛先揃えるだけでも乾かすの時間かかるからね。こういう人にこちら今回は縮毛矯正かけちゃうんだけど、でね、シャンプーしなくてもね、毛先ちょっと切ってってんでね、ちょっと時間ある、毛先ちょっと切ってって、毛先切るとね、もう10秒ぐらいで毛先切っちゃうかね、こんなのね。で、毛先切ってから、レイヤー入れてくれだの、シャギー入れてくれだの、前髪切ってくれだの、顔周りレイヤー入れて直してくれとかね。ほんで、一式全部切るからね、ちょっとカットしてくるわ、ちょっとじゃねえんだよね。これ今、サイド長さ決めるのに、こそげ切り？スライドカットで今、長さ決めたね。やっぱね、スライドカット慣れないと、本当に勘に頼ったカットになるから、チョップカットのが普通は無難かもしんないね。でも結構毛が多いから、いっぺんにチョップカットもね、大量に切れないんだよね。うん。今、こそげ切りで長さ切ってるけどね。ただ切るだけだったらこそげ切り面白いんだけど、仕上げなきゃいけないからね。長さピシッと決めなきゃなんないからね。あまりアバウトなカットもね。だけど、やっぱチョップカットより毛先が軽く、レイヤーももう最初から入ってっから、長さの雰囲気ってのは、つかみやすいけど、ちょっと勘に頼ったところがあるね。皆さんもね、粗切りでね、大雑把に切るときね、これちょっとこそげ切りやって楽しむとね、面白いかもしれない。新しい何かを発見できるかもしれないね。でも実際の仕事で真面目に使うんだったら、一回チョップカットで長さを全部決めてから、それからこそげ切りでレイヤーと軽さをちょっと入れるぐらい。あんまり深追いするとね、切りすぎたら穴開いたりするからね、そこ注意だね。はい、今日も一日頑張ってね、仕事しましょう。